4月24日1日の取引が終了しました。日経平均株価は大幅続伸です。先週末と比べて255円13銭高の 18,875 円88銭で今日の取引を終えました。注目されましたフランスの大統領選挙の第1回目の投票におきまして、懸念されました反 EU を掲げる2人が勝ち進むという状況が回避されたということで、株式市場は安心感が広がりました。世界的なリスク先行のムードが広がる中で、為替相場も円が売られました。先週末と比べますと1円以上円安ドル高に触れまして1ドル110円台という円安方向に触れたということも株式市場には追い風となりました。幅広い銘柄が買われまして日経平均株価大幅続伸、トピックス東証株価指数も14ポイント高ということで節目の1500を突破しまして1503ポイントまで上昇しております。値上がり銘柄数全体の約 76% の1534銘柄と増えました。これに対して値下がり銘柄数は約 19% の381銘柄となっております。規模別で見ましても大型株指数12ポイント高、中型株指数19ポイント、小型株指数25ポイントとそれぞれ上昇しておりまして、全体的に買われたと、買い戻し押し目買いなどで幅広く上昇したという1日でした。売買高は19億2100万株余り、売買代金は2兆1193億円ということで、節目の2兆円さらには2兆1000億円も超えました。週初ということで、本来飽きない増えにくい日ではありますけれども、イベント通過ということで、交換されて、リスク先行の動きが広がって、幅広い銘柄に買い戻し押し目買いが広がったという1日でありました。特に景気敏感株だけではなくて内需関連のところも幅広く買われたというのが今日の特徴でして、そういう意味では円安リスク先行の動きではありますけれども、今日のところは陸運ですとか建設ですとか医薬品などのディフェンシブなども買われたと、あるいはリスク回避ムードの中で軟調に推移していた銀行株などにも買い戻しが入ったということで幅広く上昇しておりました。こういった中で個別で上昇が目立った銘柄としましては、中小型の銘柄で5番に急騰したのが池上通信機がありました。6771、こちらが大引け段階で 17% を超える上昇ということで急騰しました。まあ、株価水準が低いと定位株ということもありまして、短期の値幅取りの動きが広がったと。こちらに関しましては今日の午後に JRA 日本中央競馬会から映像伝送システムの更新需要を一括受注したということで、総額26億円余りの契約を締結したということが伝わりまして、会社側が発表しまして交換買いが入ったという動きが目立っておりました。他にも材料性のあるところでは防衛関連も上昇が目立ちました。石川製作所6208なども 10% を超える急騰となっております。引き続き朝鮮半島情勢を背景にしました地政学リスクが意識されまして買われたという動きが目立っておりました。最近調整して一時の高値からはだいぶ下げてきたということで、個人投資家などの見直し買いも入りやすかったと、買い戻しも入りやすかったという側面があったようです。逆に下げた銘柄としましては三電、コード番号6444、こちらが下げていたのが目立ちます。大引け段階では 8% を超す下げとなりました。こちらは先週21日の取引終了後に前3月期の業績予想下方修正したということで大きく売り込まれました。以上、今日大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。